ドイツスペースオペレーションセンター、ミュンヘンドイツ航空宇宙センターは、ドイツ連邦共和国の航空技術及び宇宙開発を担う政府機関。ケロンを本拠都市、ベルリンやボンなど13つの都市に、計29の施設を持ち、約5700名の職員が働く。新型ロケット技術の開発、地球観測用衛星支援システムの開発と利用。 衛星通信分野における宇宙の商業的利用の促進などといった活動を通じて航空宇宙の知識を新たな技術へと発展させていくことを目的としている。ドイツの宇宙開発予算の70%は欧州宇宙機関へ拠出されており、餌にはフランスに次いでた額の拠出をしている。現在の組織の外形ができたのは1969年。当時の旧西ドイツで 航空宇宙技術に関わっていた3つの組織、空気力学研究所、ドイツ航空研究所、ドイツ航空研究協会の合併により、ドイツ航空宇宙研究所が設立された。1980年代から1990年代にかけては頻繁に改装が行われた。1988年、DFVLR はドイツ航空宇宙研究所に改名された。 翌1989年 DLR とは独立にドイツ宇宙機関が編成されるが1997年に DLR と合併し現在のドイツ航空宇宙センターとなった DLR では宇宙ロボットや手術ロボットを開発している DLR によって開発された遠隔手術装置であるミロセルジは 3D ディスプレイを備えた 操作タクト3本のミーロロボットアームで構成されるテレオペレータと同様に2機の触覚を備えるとともにミーロは拍動による動きを安定化させ仮想的に静止した動画を実写に表示する。ありがとうございます。